さあ、北京大行ってみたいと思います。今日の長文全体像はこちら。皆さん、すべて記述説明問題でございます。たぶん、字数はこんな感じになっておりましてですね。まぁ、ちょっとこれさすがに全部やってるとですね、視聴時間長くなったらですね、しかも皆さん飽きてきますので、最初の3問行ってみたいと思います。さすがにそれをやればですね、最後のトレ4番、これの対処法もわかるかと思います。基本的に該当箇所さえ発見できれば、あとはそこをしっかり訳すだけでございますので、頑張って行きましょう。サミさん、第一段落でございます。こちら注釈ついてますからね、ひとまず第一段落だけ一読をお願いします。サミさん、ついて第二段落でございます。一読をしていただいた後、こちら問いの1番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。まず皆さん、設問の指示に授乳とございますので、河川部の右側、この辺りが該当箇所かと思います。そして皆さん、turn taking、 交代で行うんですね、もしくは交互に行う。それは皆さん、この波線のとこですね。一度吸って、そして止めて。そして次に止めた後は、また吸うのを再開してますよね。ですから、これが交互に行われるわけですから、このオレンジの色のついたところを書けばよろしいですね。そして皆さん、最後、会話習得という話もございますので、その会話の話はこのあたりに書いてますね。そして皆さん、turn taking、交互に行う話も書いておりますので、書くべきところは、まずこの棒線部。そして波線部。で、この丸で囲ったところですね。このあたり3箇所書いていけば、だいたい100字ぐらいになるかと思いますので、詳しくはこの後ホワイトボードで解説しますね。サムさん、該当箇所を書き出してみました。こちらでございます。で、皆さん、模範解答下に書いておりますからね。そして皆さん、上の色と下の色は同じで対応させておりますからね。で、皆さん、まずこのオレンジのところをご覧いただけるとよろしいかと思います。ブレストフィーディングということですから、授乳の際に、このあたりですね。赤ん坊は乳を吸い、そしてやめる。で、青色のところ。で、赤ん坊が吸うのをやめると、母親はその赤ん坊を優しく揺するんですね。そうすると再び吸い始めるということ。まずはそれが第1点目でございます。で、皆さん2点目がこの緑のところでございます。そしてこの経験が人間の会話で turn taking ということですから、交互に話す。そういう関係と like、似ているということ。みたいな感じで訳していただけるとよろしいかと思います。まあ、100字ということですが、和訳する場所をですね、間違えなければ得点は期待できるかと思います。ひとまず皆さん、この下の部分ですね、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、第3段落でございます。皆さん、注釈1箇所ついてますからね。で、皆さん、一読していただいた後、この問いの2番でございます。考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、どのような実験と書いておりますが、これ本文、ここでよろしいですよね。で、皆さん、結果的に下線部の文末ですね。最初のモニター。そっちの方を見る方を赤ちゃんは好んだ。ですから皆さん、1つ目のモニターと2つ目のモニター。比較している様子が伺えますね。で、そもそも2つを用意したのはこれですね。赤ん坊が見れるようにするためでございます。ですから皆さん、書くべき場所としては、このスタディを含んでいる文章中から、この波線を引っ張ったところですね。そこを皆さん、うまいことを和訳していただきますと、だいたい100字以内に収まるかと思います。ですので、詳しくはこの後ホワイトボードで解説します。さあ、皆さん、行ってみたいと思います。まず、この上のオレンジのところをご覧いただけると嬉しいかと思います。まず皆さん、赤ん坊がキック、蹴ってるんですね。まあ、もしくは足を動かしている様子。それを撮影してますね。で、その撮影している様子を赤ん坊自身が見えるように、2つの画面ですね。その選択肢を与えられると。ですから、2つのモニターを確認することができるんですね。そして1つ目は、自分の足が動いている様子をリアルタイムで確認することができる。そして2つ目は、皆さん、タイムディレイと書いてますから、時間差ですよね。少し時間をずらして、自分の足を確認することができる。そういう状態にして、どちらを好むのかを調べる実験。こうすることで皆さん、下線部の内容にあった、この1つ目のモニターの方を赤ん坊は気に入るようになったと。まあ、よく見ていたわけですね。まあ、ひとまずどのような実験なのかという説明の指示がございますので、だいたいこのオレンジ、青、緑、この3点ですね。ここが皆さん回答の中にですね、入っていたら皆さん点数がもらえるかと思います。ですので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、最終段落でございます。こちら注釈ついてますからね。一読をしていただいた後、問いの3番、考えていただけるとよろしいかと思います。これは&で前後並列されてますよね。ですから皆さん、&の右側が設問に該当する箇所でございますので、まず正解の1つ目は&の左側。まずはそこを書いていただけるとよろしいかと思います。あとは皆さん、文頭にディスと書いてますので、
その直前も正解に入れるとよろしい感じですね。ですから皆さん、この段落の一番最初の文章とこの下線部を引っ張ったところですね、そこを書いてると大体40字ぐらいになるかと思いますので、詳しくはホワイトボードで説明しますね。さあ、行ってみたいと思います。皆さん、下線部はこちらにございますからね。で、皆さん、アンドで並列しておりますので、アンドの右側が設問箇所であれば、皆さん、アンドの左側で、皆さん、このホワイトボードでいうとこの辺りでよろしいかと思います。そこは並列関係ですので、まずはこの青色のところを回答にですね、入れていただけるとよろしいかと思います。ですから、歌を歌ったり、直訳すると注意をつかむ、まあ、つまり注意を引きつけたりするような、そして皆さん、文頭ですが上を指しておりますので、赤ん坊に話しかけるときに使う特別なトーン、もしくは特別な口調というふうに訳していただけますと、字数制限に収まるかと思います。ですので、書くところが決まればですね、あとはそこを丁寧に和訳していくだけでございますので、下の模範解答を参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、改めて振り返ってみたいと思います。皆さん、今日は記述式を扱いましたが、書くべきところ、つまり該当箇所を発見するのは容易だったかと思います。まあ、そんなに難しいってわけじゃないですよね。ですから、そこを発見してしまえば、あとは丁寧に和訳をするのみということでよろしいかと思います。意訳は必要ないですからね。皆さん、文型に忠実にですね、直訳していただけるとよろしいかと思います。そして、明日以降どうしますかということですが、やっぱり皆さん、このやだちとスタディの再生リストですね、今日の動画もそうですが、国公立英語、ここに他の大学の対策動画も取り揃えておりますので、参考なさっていただいてもよろしいかと思います。そして、今日は記述式でしたが、マーク式の問題も出ますからね。で、それはじゃあどうしますかということですが、やはり再生リストの G マーチの長文対策、まあ、いわゆる学習とか名詞とかですね、もしくは皆さん、カンカン同率の長文もありますので、好きなものからやっていただけるといいかと思います。これで北海道教育大学の対策はできますからね。そして、まあ、国公立ですから、やっぱり英作文も必要になってくるかと思いますので、ではこちらも勉強法という再生リストございますので、今の皆さんの勉強の仕方、正しいのかどうか、照らし合わせていただけるとよろしいかと思います。ということで、皆さん、北海道教育大学ですね、他の国公立大学と大きく違うということはないですので、これ、やだっちとスタディで勉強していただけるとよろしいかと思います。そして、皆さん、再確認していただきたいところがございます。皆さん、カッコ1番ですが、単語は皆さん頑張っていただいているかと思います。ただし、自分で小テストをしたときに、100単語の時間が2分30秒以内、そのペースで意味がサクサク言えるかどうか確認してくださいね。そして、カッコ2番、熟語。800から1000語ほど収録されている熟語集をしっかり使用しておりますか？皆さん、よく文法の問題集の中に熟語は載ってる、そういうものをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、それだけで足りるかと言われたら、あまり自信を持って足りるとはなかなか言えない感じです。ですから、熟語集も1冊、必ず頑張っていただきたいと思います。そして、3番目、音読。1日1時間ぐらい頑張ってますかね。そして、もちろん、ほぼ毎日。まあ、そうは言っても、毎日なかなか難しいという方もいらっしゃるかと思いますので、1週間のうち5日間ぐらいは頑張ってほしいなって感じがします。ですから、どうしてもできない日が2日ぐらいあってもですね、まあ、OK と。そして皆さん、何回も読むことになるかと思いますので、当然読むスピードを自分で上げていく意識を持っていただきたいですね。それが真の速読力、それにつながってきますからね。そして、カッコ4番、長文。自分の実力よりも上のレベルで練習はしてますか？上のレベルで練習するからこそ、実際に第一志望の問題、それに余裕を持って取り組めるかと思いますので、たとえ正答率が低くっても、そこは気にせず、ぜひやや難しいレベル、そこに挑戦していただきたいと思います。ということですので、再確認、今皆さんの勉強法ですね、振り返って検討していただけると嬉しいかと思います。ということで、参考になさってください。